ます。出発しました。みさきちゃんはガクブルガクブルしてます。こんなに震えんでもいいのに、ブルブルがすごいです。あんたキャンピングカー買うのに、こんなに震えとっていいの？ねえ。テンション高校症なの。ねえ、頑張るよ。今からイラコへゴー。数回の休憩を挟んでようやく到着しました。休暇村イラコです。休暇村を利用するのは初めてです。なんと全国にあるんですね。みんな行ってみたいです。少し早めの15時30分にチェックインしたので空いていましたが、17時頃にはフロント前に受付待ちの大行列ができていたので、早めのチェックインがおすすめです。目についたよ。気分転換にドッグランへ行くことにしました。ちょうどコテージエリアの真ん中にあって、小型犬と中型犬エリアに分かれているので安心して遊ばせられますね。先客さんがいたので誰もいない小型犬エリアへ。疲れたね。今日疲れたね。コテージに戻ります。コテージは全部で20棟あり、そのうち11棟はペット OK でした。部屋に入ってもまだ緊張して座ることができない美咲。慣れることも大切と思い、片付けをしながら見守ることにしました。コテージに入って40分経過し、やっとベッドに座ることができたね。少しずつだけど時間が短くなってきてるね。慣れないとね。はい、行こう。ねんねしていいよ。ねんねんね。ねんねんね。あ、そうか。いい子。ねんねんね。ねんねんね。かわいい子くん。美咲も寝たので、私が先にお風呂に行かせてもらいました。教えてあげましょ。じゃあここからは撮影がダミー。入浴後、屋上にある満天テラスへ行ってみました。かなり迷った。
からは伊勢湾、三河湾や鳥羽、知多など360度のパノラマビューが楽しめました。夜になれば満天の星を観察できる素敵な場所です。お風呂で温まった体が冷めてしまうのでコテージに帰ろうと思います。美咲が部屋に慣れてないこともあり、リビングの布団を敷いて一緒に寝ることにしました。万が一畳におしっこ漏らしても困るしね。日付が変更した頃、ようやく眠ってくれた美咲なのでした。